はい、こんにちは、翔太です。ポケモンユナイトのね、ベータじゃなくて、ついに製品版来たんで、やっていこうと思います。で、僕、ベータでいろいろ使った中で、ピカチュウがね、めちゃくちゃ強いと思ったんで、ピカチュウなんですけど、なんかみんな、もう多分、レベル高くなってるよね。僕だけちょっとなんかもう、アイテムないみたいな感じだけど、まあ、ピカチュウなんでね、大丈夫だと思います。ピカチュウ最強です。いや、ベータの時の話だからな、あくまでも。ピカチュウは、まあ、レーンをね、行くのがいいっていうことで、上に行こうと思います。カビゴンと一緒に、カビゴンのサポートを受けて、キルを取っていきたいね。レベルをあと、稼いどきたい。下のやつ。あんまなんかこっち、ジャングルの人より残してあげた方がいいみたいなの聞いたんだよね。ここまでは多分倒してもいいと思うんだけど。あ、だベータの時と色々変わってるな。なんかマップ右下、あ、これは僕が設定したわ。覚えがある。けどなんか、ちょっとね、そのマップの上のさ、これ知らないやつなんだけど全然。わからんわからん。OK! もらった。カビゴンも取れる。オッケー。幸先めっちゃいいな。しかも、経験値も稼げとるし。あー、来た来た。で、この真ん中の。まあ、この辺取ってレベル上げていけばいいんじゃないかな。とりあえず、てかもうこれ、負けようがないでしょ、こんな。マップの位置ちょっと右下と慣れねえな。右下の方がいいかなと思ったけど、上でよかったわ。あー、下来てんじゃん。これ倒しに行くか。あ、来た来た。ネットで、あれしといて。取れないかな、なんとか。ゴースちょっときついか。このカビゴン多分浮いてるから、取っちゃおう。OK。でけえ。ゴール行っていいんじゃない？オッケー。この間に、まあ、火星で行くと。なんかあれだな、ユナイト、いろいろ遊べそうだよね。面白いことしてみるみたいな。かなりいろいろやれそうなんだけど。助けてないとまずい。こいつでもレベル4か。あっけ、でっか、当たった。捕まえられるけど。いや、それ油断してると死ぬぞ、お前。うる、オッケー。ピカチュウ無双タイム入ったわ。ちなみにこれ製品版僕、初プレイですね。初プレイだけど、まあ、ベータ言うて結構やったからな。モーバ未経験とはいえね、そこそこベータやったんすよ。ね、新色を忘れたからね。そのノリで、楽しくやれるんじゃないかっていう。オッケー、もうレベル8まで来た。初戦からガチ無双。撤収しないならもうそのまま、OK、お亡くなりになってもらえるけどな。下もまあまあいい感じで試合進んでるくない？これで、上のゴール破壊するとこまでいけるかな？あと8、ちょうどぴったりだね。ロトム来たし、寝かされたけど、ゴール壊した。もらった！オッケー。なめんじゃねえ。オッケー、レベル9まで来た。つえ。下ちょっと押されてるかもしれないけど、今のうちに上暴れとくか。なんかあっても、ウルト残ってるから、多分なんとかできると思うんだよね。ウルトで全部潰せばいいでしょ。だから、それを考えると。
もうちょい出てきてほしいな。ウルト使うか。敵多い時に使った方が良かった気もしたけど。このゲームね、一回なんかね、押せ押せの流れに持ち込むとね、もう、負けないんだよね。だから、一回流れに持ち込んじゃった側、な気がする。勝つのは。これ相手、ボットか？そんな話も若干ある気がしていて、ただ逃げるアイテム持ってないから、こっち入っといて、OKOK。これ死ぬかな？逃げれそうだけどね。え、これ相手ガチでボットなんかな？その話若干ある気がしてきたけどな。ゴール入れられちゃった。アブソルのそれだけは阻止しておきたい。てか、アブソル下でめっちゃ暴れただろ、こいつ。超強くなってんじゃん。オッケー、私らが浮いてんだよね、今、一人で。やりきれないか。まずくて、逃げれていて、ぶねえ。死ぬわけにいかねえんだわ。レベルでも11まで来てるからな。下ちょっと助けに行くか。上でだいぶ暴れたけど、ずっといてもしゃあないしな。あー、上来てんな。あー、これ引いたの悪かっ、めちゃくちゃ悪かった話ある。でもウルトで一体取れるから取って、だるい。言語消えた。どこ行った？何今の？ウルト使ってたのか。まずいな、これ。死んじゃった。いや、ちょ、負けるわけにいかないぞ、でも。とりあえず、死体は、確保しといてやる。カビンを助けに来てくれる。ロトム入ってんのまずいけど。あ、ゲンが取れる。いけるいけるいける。ナイス。ゲンガーをしっかり倒して、これゴール行きたいな。この29ポイントをもってして、いけるかいけるかいけるかいける。今のうちに入れときたい。いやいや、みんなアイテム持ってたからさすがにボットじゃないと思うんだよな。敵がボット疑惑をね、払拭しきれずにいるけど。やべ、来た。これうざいな。ゲンガどういったん？オッケー、ゲンガ取れる。オッケー。もう一枚、もう一枚、もう一枚。いける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 。逃げても無駄で、オッケー。あ、倒しとくか。で、これでウルトとセットでさ、一発ぶち込めばよくない？サンダーはちょっと味方に任せといて、レーンで暴れ尽くせばいい話。オッケー。アブソルどうすんだろうな。サンダーでも助けに行ってもいいか、ここで。あ、オッケーオッケー。サンダー戻ってくれたね。これで、やりたい放題かな。アブソル倒しときたいな。なめんな、レベル13だ、こっちは。ウルト14になったしな、しかも。オッケー、入れるわ。一瞬でゴールできる。でっけえ。逃げたい。これは今のうちに逃げたい。下のリザードンとかやれないかな。やれないか。惜しかったな、ちょっと。これ私らがと
私らが倒そう。逃げるしかなくて、私らがナイスすぎ。もう一枚、もう一回倒せないかな。OK、もう一キル取れる。暴れたね。主人公パワー見せつけたわ。サンダー味方が取ってくれたのがでけえな、とにかく。どう？結構キルしたと思うけど、てかスコア表示とかどんな風になってるのか割と気になるな。OK、1位13キル。これさ、いや、みんな普通にボットじゃないよ。さすがになんか人っぽい名前だよね、これ。だってボットがタコうまいとかそんな名前にしないくない？まあ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 、でも、これはね、僕がキャリングと言っても過言ではないんじゃないですかってことでね。GG。いやー、意外と楽しいわ。お疲れ。